なんだ。なんだじゃない、急に切るなんて失礼。どうかしたの？なんでもない。でもひどい顔色してるじゃない。本当に何でもない。放っておいてくれ。しばらく連絡してこないでくれると助かる。あまり無理せずに誰か知り合いに連絡しなさいよ。それじゃ。手を出すべきじゃなかった。
クリスからだ。でもびっくりしたよな。まさか真帆たんがオカリンと知り合いだったとはね。前にメイクインで鉢合わせした時はどうしようかと思ったっつうの。ま、すぐにガテンが言ったけどね。マキセ・クリス氏っていう共通の友人がいたわけだから。でも真帆たん、オカリンにはこの件内緒にしとくって言ってたのに、結局打ち明けたん？見抜かれたという言い方が正解ね。ああ、なるほどね。一体何を隠しているの？真実を知ろうとすることが必ずしも正しいとは限らない。それはあなたの考えよ。判断すべき情報も提示してくれないなんて。危険なんだよ。君だってこの間襲われたんだ。それは分かってるはずだろう。私はナイトの後ろに
束してくれないか。
さんがこの世に存在している、それだけで戦争の火種になりうるんだ。否定すべきではないんだけれど、
解析完了してたから、これはガチ。まあ、大事な話してんのに、なんだお。
ものなら渡してやる。だからやめろ。あなたは。どこにあるの？まず手を離せ。これじゃちゃんと話もできない。ヒア城博士と交換。誰？リュックを貸せ。ダメよ、渡しちゃダメ。ヒア城さん、おとなしくしててくれ。そいつは本当に君を殺す脅しじゃない。でも自分の論文のために君が死んで、それでクリスが喜ぶのか。これだ。リュックごと渡して、先にヒア嬢さんを解放しろ。複合化するパスワードを知りたければ俺たちを出し抜こうとするな。こいつはパスワードがなければ絶対に起動することができない。
世界中のハッカーがサジを投げた代物だ。俺たちの安全が保証されたら教える。こいつを渡した途端に殺されたんじゃたまらないからな。確かにそうね。それじゃ誰か一人私たちと来てもらう。二人は今すぐに解放する。その後パスワードが正しければ残り一人も解放する。それはダメだ。残る一人の命の保証がない。なら三人とも来てもらうだけ。明日至る。こっち。僕？あなたはスペシャリストだと聞いている。リュックを持ってこっちへ。いや、あなたが来るなら他の二人はここへ置いて行ってもいい。待て！だったら俺が行く。それでいいだろう。あなたのことは上から何も聞かされていない。パスワードを知っているかどうかもわからない。明日至る。早く来て。そういうセリフはもっとエロい七の時にお願いしたいわけだが。誰か殺してみせればいい。オカリン！